あちこちから何億円のね基金もあった、本当に世界は一つ皆兄弟なんて言ってるけども、違うんですよ。そういう面もあるけどね、いざとなったらフランス大使館でしたっけ、もう全員フランスへ帰れというね、外国が怖いですからね、で帰っちゃったと。アメリカ軍様が来たって言ったって、なんか最初の段階かな、遠くの沖合80キロに離れようと。ところがニューヨークにもね原発があるんですって。で同じことが起こったらね、ニューヨークでは16キロ離れればいいんだって。80ある16だから5倍ですよ、ちょうどね。外国の場合はね5倍ね、やばいから5倍離れてると。自国だとまあ大概のことわかるからね、5分の1のところにいればいいというね、外国と自国の間には差があるんですね。そういうことも分からずに、さあみんな兄弟だって毎日報道してますよ、外国からのね議員活動とかって。でもそういうことの仕分けやるとね、嫌がらせじいさんって言われる。やはり日本国、日本の歴史の中でしかやっぱり、うん、私はやっぱそういうもんだと思うんですよ。正直言ってですね、ごく一般のですね、ものすごいそれはあの宗教性なり、あるいはちょっと特殊な環境で育った人は分かりません、一般的に私たちが同情として、もしくは公として認識できるのは、やっぱりある共通の文化共同体の中だけなんですよね。あれだけ恐ろしい北朝鮮から逃げてきてですね、日本に来た人で一人この地震の時にうろたえてですね、とにかく東京にいたくないと、絶対にあの政府は嘘ついてると、ほらあの国がそうだから絶対この国もそうだろうって、ね、それはそうだろう。中には北朝鮮ってですね地震ないんですよ、大体いますがほとんどなんで、北朝鮮の方が地震がないだけ良かった、それは何でかというと本音を言ってるとかそういう意味、低次元じゃなくて、やっぱりある意味外国人にとって異国というのはそういうところなんですよ。そうなんですよね。こういうところ、こういうことがあった時に、自分たちはやっぱり救ってくれないんじゃないか、後回しにされる、もしかしたら自分たちは迫害されるかもしれないと。僕がアメリカにいてこういうことがあったら真っ先に逃げるかもわからない、だからやっぱそれは国、公、歴史文化共同体というものを離れた人類とかボランティアというのは、これはやっぱ難しいんだろうと思いますね。もう一つは ね、みんな一人一人が自分のできることをやりましょう、一人一人が節電をやりましょう、ただ一人一人が節電をやりましょうっていうふうに言っているテレビ局は深夜3時ぐらいまでちゃんとテレビは流してるわけですよ。そうだよ、本当は今ぐらいね、11時にやめようとかそうは絶対思わないわけですよ、テレビで言えばそのコマーシャル料稼ぐにもあるんだろうけど、3週間あたりから例のスラップスティックっていうかドタバタ喜劇もテレビで流されたですね、あれ批判してるんじゃなくて、一方でねボランティアに励みましょうとかさ、今こそ国家の危機ですと言いながら、テレビのビジネスがありますからね、またドタバタ騒ぎを結構やって、最初はおずおずとやってましたけど、何3日もやれば公然となって、まあ、そういうもんだというね、ニヒルに言ってんじゃなくてね、いや世間ってのはねやりきれないねと、できるだけのことをしますってね、この間山ほど聞いた、ある野球選手がね、できる限りのことをします、テニス選手もサッカー選手もみたいなことを言ってた、よく言うなってね、限りつけたのね、その人たちは。それでね、何やってるかったら、ちょっとチャリティーショーのね、試合やって、でもね、できる限り、よくまあそう簡単に限りと言うなと、お前さん方に 家屋敷をね、あるだろうと、売っ払えばまたそれもできるだろうとかさ、例えば3年間分ね、報酬を全部投げ打つこともできるだろう、孫正義さんのように、100億円出したんだってね。でも多分1兆円ぐらいは持ってるんだからね、1兆円出すのは嫌だけども、100億円しか出せませんけど勘弁ねとかね、一郎君も松井君も1億と5000万でしたっけ、本当はねもう年収何十億ですからね、でもこれしかやる気がありませんので勘弁ねって言うんだとね、なんとなく人間味があるけどね、私ができる限りのことをしましたっつって、本当にこう所得の10分の1かなんか出してね、僕だんだん嫌がらせじいさんになっちゃうんだ、秋山さん困ったねこれは。できるだけとか限界っていうのは、これもある意味宗教的な言葉ですよね、本当はね、でそれは人間があんまり軽々しく口にしない方がいい言葉、そうですね、で現実にできることとしていいこととしては、一人一人が自分のできることをしましょうっていうのはいい言葉なんですよ。ただあの中にあるものすごい欺瞞性ね、で一人一人が自分のできる少しのことで状況なんて動かないんですよ、で動かないけれども、それでも
あの、自分はこれしかできない、これしかできない痛みをみんなで引き受けようということだと思うんですよ、うん、それから この問題どうなさる。例えばね、僕は三浦小太郎さんとこの間ね何回か会ってる。でね、僕の場合は自分が知っている人ね、面識もあり酒も一緒に飲み、その人のね生活状況とか感情の動き方もおよそ察しられる。で、僕に若干の余裕があって、相手に若干の余裕もないした時にね、これ使ってくれよというふうに、僕はね、どっちかっていうとね、あれなんですよね、そういうふうに振る舞うタイプなんだ。でもね、なんとなくね、知らない人にね、知らない人はどうでもいいって言わないんですよ。知らない人が困ってる時にはね、その知らない人の分をやるのが公共当局、政府の仕事だろうと。だから政府のね、公債を買うとか税金を払うとかね、それで政府が僕の知らない困った人たちにちゃんとやることについては、僕は国家の一員として協力するけどね、知らない人のためにね、義援活動ね、秋山さんどうなの、あなた赤い羽とか緑の羽とかに出したことある？ない。僕ね、若い時1回しかないんだけどね、それはね、別に威張ってんじゃないんです。多分自分の中にはね、知ってる人を助けるにはやぶさかでもないし、むしろ人間のね、人間の義務だと思うけど、知らない人のためにやるのは、それは僕協力するけど、僕直接じゃなくて間接的にね、外国だったらば政府の外交を通じてやるとかね、そのために政府がね、あるんだろうというね、そういうことは北朝鮮その他に関わってたら如実に感じるでしょう。そうですね、僕がこの北朝鮮問題をやってリアリティを感じたのは、はい、現実に目の前に脱北者が来てからです。ああ、やっぱり、うん、それで、まあ、分かったとは言いませんが、あの国が少し分かりましたね、うん、現実に北朝鮮で40年を生きてきた人に会った時に分かりました、うん、そして僕が目の前のこの人に、はい、どうしてもこの 2,3 万円がないとこう、うん、仕事を探しにも行けない、うん、その時にお金を渡すのは僕の中で納得がいくんですよ、うん、しかし北朝鮮の子供が困ってるからカンパしてくれる、僕は1円も出す気にならないですね、うん、そのあたりのことをね、うん、みんな必要なんだろうけども、仕分けが必要でね、うん、自分の知らない人の場合にはどうするか、知ってる人の場合どうするかってことを各人各様に納得を持ってね、ある程度確信を持って行動してもらいたいもんだなと。そうしないと何かその甘ったるいね、義援の雰囲気だけ広がる。4月の初めの段階かな、こんなことあったんですよ。東北地方また困り始めました。一時期はボランティアがたくさん来てくれてよかったんですが、急に減りました。理由はと思って見てたら、学生さんで言えばね、要するに新学期が始まるから東京に帰りましたと。なんかサラリーマンたちもいて、春休みが終わりましたから東京に帰りました。なんだ、君たちのできる限りのボランティアっていうのはね、春休みだったからなのかというね、そのだからして皮肉ってるわけじゃないんですけどね、本当ですよ、義勇兵ボランティアだったら、そんなね、自分の商売とか自分の受ける事業なんておっぽり出してでもね、あの東北の大地にですよ、入り込んで、そういうのは本当のあれですよ、塩も辞さない義勇兵ってやつで、東北でものすごくボランティア活動に、この中学生高校生まで必死で頑張ってるというね、そういう麗しい話も報道され、ところがテレビのスイッチを切るとこっちでは上野動物園にパンダを見に行く大行列がね、ボランティアで作られていたりして、それ両方合わせるとですね、パンダを見に行くボランティアと被災者を助けに行くボランティア、おそらく人間の中にね、そういう両方あるってことが社会現象で現れてるんでしょうけども、一筋縄ではくくられない複雑さが、どうですか、その脱北者を応援するという多分厄介至極の活動も何年やられてるの？実際に日本に来た脱北者のお世話をするようになったからは2003年ぐらいから始めてますね、実際に出会ってというのは。今日はですね、いつもあまり言わない、もう綺麗事じゃないこと、大体そういう人たちとの関係っていうのはだって失敗に終わります、人間関係としては。例えば2年か3年持てば万々歳、逆に言えば2年か3年だったら別れた方がいいですね。あ、本当ボランティアじゃなくて、本当の一般の国民の中に友達を作ったり、難しいんですけどね、そちらに
溶解していかなければ、うん、永久に主従関係ですよ。なるほどね。脱北者の方がある種の権限を持っちゃうってこと。脱北者の側からしたら立場が弱い。日本に来て財産もなければ友達も何もない。すると目の前にいる人に何らかの形で頼らざるを得ませんね。そっちの方か。そしてそうなってくるとこちらはこちらでですね、うん、だんだん傲慢になってくるんですよ。あ、こっちがね。だからそこで変な主従関係ができるのと、うん、もう一つはですね、これ難民一般にそうですし、私は貧しい人っていうのは僕は全部そうだしそうであるべきだと思うけど、貧しい人、困っている人ほどプライドは高いんですよ。ああ、僕だ、うん、僕だって。いや、というかプライドを高くしていなければ、うん、その人の中にあるものは何にも守れなくなりますから、ね、うん、こちらはまた助けてやってるんだっていう、うん、非常に傲慢なプライドと、彼らの助けてもらってるんだけど、うん、でも自分たちの心を踏みにじられたくない、うん、こんな人間にすがらなくちゃいけない自分の悔しさ、その間で大体あのものはうまくいかないですね。なるほどね。弱者救済っていう言葉はもうひどいもんで、やっぱり僕ね、弱者だと認定されて救済されたら僕ずるいから、救済された分は締めたと思うだろうけど、そうあからさまに弱者扱いするなよという不満も残るだろうしね。弱い人を助ける、うん、困っている人を助ける、それがボランティアだって言うんですけど、うん、僕はそれはボランティアというものの現象面で、うん、ボランティアの思想面というものが今必要で、何らかの正しい理想とか正しい行為、でこの正しいというのは 何によって正しさが保障されるかというと、やっぱりそれは神によってしか多分保障されないんですけど、うん、そうね、正しいことを自分が実践する、神に代わって実践すると、うん、あるいは神に命じられて神の奴隷として行うと、多分そこがボランティアというものの根本で、その弱い人に感謝されるかどうか、あるいはボランティアが成功するかどうかっていうのはちょっと二の次の問題なんでしょう ね。外国はよく知らんのだけど、フランス語でボロンテ、ドイツ語でビレカン、英語でウィルね、これ全部日本語で意志っていうんですけどね、今皆さん知ってたことは自発的意志ね。例えば自発的意志で泥棒をするわけよね、人殺しも自発的意志でね、それから弱者救済だろうがね、正義の義勇軍に参加するのもいろいろあるわけね。だから自発的意志だから素晴らしいとなると、どっかでいわゆるエセヒューマニズムね、人間は根っから素晴らしいものなんだというさほど頼りのない前提ね、立派な人間が意志してるんだから振る舞いも立派だろうって話。しかし前提のね、人間っていうのはどっか人も殺すし泥棒もするんだがなということを置いてしまうとね、ボロンテのボランティアのボロンテ医師のね、正しさは何によって保証されるかと。これ一番簡単な場合、今三浦さんおっしゃったね、宗教感覚が強ければ神のね、医師なり命令なり戒律なりはあるはずだと。それに従うことは正しいことだからね、それに準じて自分は要するに義援に参加するとか弱者救済に専念するとかってことになるんだけど、特に日本人のようなね、強い宗教感覚があるとは言えないような、そういう国において、現代社会全部そうですよね、宗教感覚が弱くなって世俗化するから近代現代なわけでね、そういう世俗化の時代で、そのボロンテ意思のね、自発的意思の正しさが何によって保障されるかと、それが厄介なところですね。避難者を助けるっていうのはね、観察する限りね、これはやっぱりあれでしょうと、いいことでしょうってね、うなずけるけども、でもそれとってね、ふ分けしたらね、場合によってはそんな余計なおためごかしの申請するぐらいならさっさと金を置いていなくなれと、お前の一挙手一投足の弱者に対して差し伸べる手がね、煩わしくてしょうがないっていう場面だってあるんですよね。そこのところを多分ね、こちらの先生はもう50歳になられる若者ですけどね、いられると嘘の人権ってなんかぴったりするような感じがするんですけど、ね、僕理由でそうだね、日本人どうやるかね、ボランティアってここにアクセントを置くんですね、ボランティア、ところね、どの地引きだってアクセントはこっちの方でね、そうですね、ボランティアなんだけどね、発音はどうでもいいのよ、僕もデタラメだから、うん、はい、でもね、平気でデタラメの発音が何十年にわたって右から左全部ね、ボランティアって言ってる、そういうデタラメさんにね、はしなくも出てるように、あのボランティアいろんな時使うけど、義勇軍ね、義勇兵か、これに使う
最近義勇兵ってのは滅多にないですけどね、テロリストの義勇兵いますけどね、アルカイダみたいにね、あんまり義勇兵の問題はね社会問題化してないけど、これだってあれですもんね、義のために正義のためにね勇んで勇気を持って死ぬことも辞さず傷つくことも辞さずに行くのが一番あからさまなあれですよね。ふと思い出した、これ大体こうなの、これ羊でしょ上の方ね、はい、詳しいこと忘れたけど大体この羊がつくと中国語だから漢語だから、羊っていうのは立派な食べ物ですからね、良いこと、いずれにしてもね義っていうのは良いことでさ、ただ良いことが何であるかわからない場面が出てくるね。宗教というもので良いことを規定できない時代にもなったわけですよね、うん、さっき僕は神とか言いましたが、ね、現実には無理ですよ、ね、その場合はやっぱりまあ神よりはあやふやにはなりますけれども、公というね、うん、言葉をとりあえず使うしかないんだろうと思います、ね、うん、公の義に対して奉仕する、うん、公の義を高めることに向かうと、うん、そのうちそれを自発的に行うことがボランティアの正義であると、ね、今のところはするしかない、ただ神とか戒律というものがなくなったというところで、うん、逆に恐ろしいことが2つあると思うんですね、うん、1つはそういうものがなくなった時に逆に非常に偽りの神が強まるんですよ。なるほどね、信仰がなくなった時代というのは本当に偽の信仰が高まる時ですね、うん、こういうことを言うとまた誤解招くんですが、今本当に東北で一生懸命いろんないい話がありますよね、うん、自己犠牲ですよ、うん、警官の方々自衛隊の人や、うん、あるいは一般の村民の自己犠牲、本当にボランティアの美しい命を懸けて人を救った。ただこれはですね、言いにくいことですけど阪神大震災の時もそういう話はあったような気がしますね。そしてたくさんの若者が自発的に行動して、うん、日本人はやっぱりこういう時頑張ると、うん、そういう話はよくあったと思うんです、うん、そして当時は言いにくいんですが村山政権でやっぱ政府は情けないけど国民は素晴らしいと、うんうん、今と同じ議論なんです ね、 ですね。ただ阪神大震災の2ヶ月後に何があったかというと、うん、オウム真理教事件だ、まあ、偶然かもしれませんけれども、うん、私はオウムの人たちというのもサリン撒いたのもですよ、うん、まあ、こういうこともまた誤解されますが、あれもボランティアですよ彼らのね、学習運動と同じだね彼らの、うん、あ、まあ、今はそれは彼らは、うん、後悔してるかもしれないけど、撒く瞬間は素晴らしいことを自分はしてると絶対思ってたんですよ。そうでなければできないから、今後そういうのが出てくるなんてそんな短絡的なことは言いませんけれども、そういう神のない時代にこうある種原発のあの事故なんてのはハルマゲドンみたいなもんじゃないですか、うん、そういうものがあった時に非常にこれから偽りの正義、偽りの信仰、偽りの政治理念が出てくる恐れがある、非常に過激なエコロジズム、過激な文明批判、もう一つは原発の技術なんてもっとどんどん高めていけば大丈夫だっていう科学振興、このどちらかがこれからまた出てくるんではないかと思うんですよ。なるほどね、それはちょっと危険なことかなという気がします。正義正しさ、ね、これが何であるかと、これが分からないおぼろになってるからこそ一層ね激しく求めると、うん、不安に駆られて、でもね下手な求め方すると、まあオウム真理教に見られたような、とりあえずね、とりあえず一心と言っておけば変な神様ね、うん、変な神様を求めるという、よく新興宗教運動にありがちのね、そういうことに、ね、なってしまいかねないと。それでそこに行かないとして公に尽くす自発的だと言っても、公って一体何なのかとこう考えた時に、原発推進が公だと思う人もいるだろうし、原発中止廃止をね公にかなってると思う人もいるだろうし、その公共性の公というのはなかなかねその定まらない。それどころか三浦さん、僕ね最初から気になるのは、例えば東北大地震見たって3万の人がね死んでるけど、世界中見たら山ほど死んでるわけですよこの間ね。近々で言えば中国四川省からチベットへかけての大地震で、おそらくあそこであれですよ、核施設がねそれこそメルトダウンしてて、おそらく何万何十万傷ついてるんでしょうね。でもそういうことに日本人が大変だと言ったことはあまりない。となったら公と言ってもこの場合あれですね、自国民ね、国民ね、国民がたくさん死ぬから大変だと、でこの避難者を助けるためのボランティアだとこうなる。そしたらね国民の場合1対1には繋がらないんですけどね、
日本人がある程度リアルに感じられる公性っていうのはね、やっぱり日本国に関わること、国民の死、中国人でもリビア人でもね、チェチェン人でもない日本人の被災だから馳せ参じることができるとなると、じゃあ、ね、個人としては弱者救済と言ってるかもしれないけど、弱者なんていうのは世界中にもっともっと、アフリカ行けば本当に、ね、生まれてね、本当にあれですよ、お粥もすすれずにね死んでいく赤ん坊なんていうのは砂漠に行けば山ほどいるってわけでしょ。でもね、日本人はそれ言ってる人もいるんでしょう、黒柳徹子さん、徹子さんとかなんかみたいにね、うん、それともかく国とかなりつながるでしょ、うん、そしたらね、日本国なんかどうでもいいと言っても構わないんだけど、言っていながら結局は自分たちの国のことに関わることに馳せ参じるのが公だとなると、国を引きずってるわけですよね。そしたら国ってのはあるでしょ、歴史を持ってますよね。そしたらその人は意識するとしないとに関わらずね、自分自身が自分たちの国の歴史に、なんていうのかな、基づいているってことを無意識にせよ認めてるんでしょうね。でそのことを表す、お呼びしたわけです。3月末から4月にかけて、東北大震災 のボランティア活動のことが大々的にね報道されて、そのうち外国からもボランティアがやってきて、アメリカ軍のボランティアはなんかね、カタカナで友達作戦とかって言われて、愚かな反左翼メディアが、アメリカ様がボランティアで来てくださったと大いに喜んでいるようでありますけども、僕もこちらにおられる秋山先生もね、実は大昔ねボランティアやったことあるんですよ。仮にねボランティアをね直訳して自発的行為というとね、あの学生運動今なくなりましたけどね、あれ本当にね、なんていうかボランティアで勝手に自発的にね街頭に出て暴れまくったりね、あろうことか秘書官邸にね石投げて壊したりね、国会まで壊したり、まさに義勇兵って、あれ本当にボランティア活動で、本当のボランティアですね。一銭も金もらわずにね、もらわないどころか僕の場合なんかね、ほんの一時だけど犯罪者のね烙印も当然ながら押されまして、そういうね不法者のボランティア活動を僕らやったことしかないんで、あなた他いろいろやってらっしゃる、まあ、団地の自治会でやったとか、そうか、それもベルランティア一緒かも分かんないけど、人間は当たり前ですけどね、自発的意思を持って自分の私生活を超えた公共生活にね身を乗り出すと。